こんにちは、ゆえるです。超高校級の美声の私がお送りする弾丸論破実況プレイパート4になります。前回を見てない方はそちらを見てきてね。さて、今回はムービーからのスタートとなります。おー、プレゼント交渉バッジを獲得しました。今のオープニングをさ、始める前にこのゲームと起動した時に出てくるんだけど、これでちょっと見てて、なんか学級裁判っていうのを見たりとか、まあその CV の人とか見たりとかいろいろしてて、何これ、このゲームどんなの感じなのって思いながらね見てた。誰かを殺した生徒だけがここから出られる。僕の思考と体はその言葉にすっかり絡め取られていた。恐怖と不安がゆっくりと浸透していき、全身を支配していく。辺りに漂った重い空気が容赦なく僕の頭や肩にのしかかる。その重みに耐えるだけで精一杯だった。チャプター1、生き切る非日常編。そんな重苦しい空気、それを打ち破ったのは彼女の無愛想な一言だった。それで？それで？これからどうする気？ねえ。このままずっとにらめっこしている気？彼女のトゲのある言葉はその場の全員に向けられていた。だけどそのトゲが僕らを現実へと引き戻した。そうだな。確かにそうだ。引きたまえ！怖かろうと不安だろうと、歩みを進めなければならぬ時がある。そんな簡単なことを忘れるなんて、僕は自分が情けない、許せない。泣いてる。いいかね。誰か殴ってくれないか。僕は自分が許せないんだ。頼むから僕を殴ってくれ。今のさ、僕を殴ってくれって言った時に、さくらたんが殴ったら面白かったのにな。お前じゃねえっつって。騒いでる暇があるならさっさと体を動かせや。しかし具体的にはどんなミッションを。バーカ、逃げ道を探すに決まってんじゃん。何よ。ついでにあのふざけたぬいぐるみ操ってるやつを見つけて袋叩きっしょ。でもその前に電子生徒手帳っていうのを見ておこうよ。動き回る前にモノクマが言ってた校則を確認しておいた方がいいと思うんだ。いいですわね。ルールも知らずに行動してさっきのようにドカンとなってしまったら困りますものね。ち。じゃあ早速その校則ってのを確認しよっか。お、見れる。なんか自分の本名が出るって書いてあったから、これもなんか推理パートとかでありそうだよね。この人の手帳がみたいな。電子生徒手帳を起動させると最初に僕の名前が浮かび上がった。モノクマの言った通り、ここは持ち主本人の名前が表示されるようだ。その後表示されたメニューの画面から校則のアイコンを選択すると、
画面上に浮かび上がる箇条書きの文章、これが校則。つまり僕らに課せられたルール。生徒たちはこの学園内だけで共同生活を行いましょう。共同生活の期限はありません。夜10時から朝7時までを夜時間とします。夜時間は立ち入り禁止区域があるので注意しましょう。あ、何このなんか人狼みたいな、人狼みたいな、そんな夜時間みたいなパートもあんの？なんかあれね、グノーシアとかもこんなのなかったっけ。就寝は寄宿舎エリアに設けられた個室でのみ可能です。他の部屋での恋の就寝は居眠りとみなし罰します。希望神音学園について調べるのは自由です。特に行動に制限は課せられません。学園長こと物熊への暴力を禁じます。監視カメラの破壊を禁じます。仲間の誰かを殺した黒は卒業となりますが、自分が黒だと他の生徒に知られてはいけません。やっぱなんか人狼ゲームでもあるの、これもしかして。その黒っていうのがさ、人狼で、その夜パートのかなんかの時に誰かをこうやってしまったけど、それを隠すみたいな、その人狼の要素もあるの。なお校則は順次増えていく場合があります。増えるの？僕は軽いめまいを覚えながら画面から顔を上げた。見ると他のみんなも一様に渋い表情を浮かべている。ざけんなこら、ざけんなこら、何か校則だ、なもんに支配されてたまっかよでしたら校則など気にせず行動してみたらいかがです。私としても校則を破った場合どうなるのか知りたいところですし。しかしそんなことになれば大和田モンド氏は残機ゼロ状態に。残機ゼロ、残弾なし。うん、俺はなガキん時から兄貴にしつけえくらいに言われて育ったんだよ。男の約束は死んでも守れてよ。で、俺には守りきれてねえ約束があんだ。だこら、だからここで死ぬわけにはいかねえんだよ。なんかこういうこと言ってる人に限って一番最初に死にそうだけどね。うん、よくわかりませんが、とりあえず校則は守るということでよろしいですね。そうだな。うん、ああそうなるかな。あのちょっといいですか。校則の6番の項目なんですけど、これってどういう意味だと思います？ああこれ、仲間の誰かを殺した黒は卒業となりますが、自分が黒だと他の生徒に知られてはいけません。後半の他の生徒に知られてはならないの部分だよね。確かに僕も気になったんだよね卒業したいなら誰にも知られないように殺せということだろう。何よ、どうしてそんなこと気にする必要はない。与えられたルールは守るもの。お前らはそれだけ覚えていればいいんだ。不眠ね。なんで？他人に決めてもらわねば何もできないお前らが偉そうに疑問だと口にするな。ひどい。御曹司ひどい。あ、なんかド M か？グッとくるわね。やれやれ。ぐさっとじゃなく？とりあえずさ、殺人がどうとか馬鹿げた話は置いておいて、よし、これで校則も分かったことだし、そろそろ学園内を探索してみようよ。うん、ここはどこなのか、脱出口はないのか、食料や生活品はあるのか。分かったか。僕らには知らねばならないことが山積みだ。よっしゃ、早速みんなで一緒に探索すんぞ。あ、来た来たよこれ。俺は一人で行くぞ。こんなところにいられるか。俺は帰る。それはもう死亡フラグビンビンに立ってますよ。白夜坊ちゃま。はあ、どうしてよ、流れ的におかしくない？すでに他人を殺そうと目論んでいる奴がこの中にいるかもしれない。そんな奴と一緒に行動しろというのか。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。そんなことなんだ、ないとは言い切れないはずだ。あ、なんか怖。だからこそお前らは卒業のルールを聞いて恐怖した。違うか？それは俺は自分の思った通りに行動させてもらう。待てくれ。
勝手なことは許さねえぞ。なんだ。どけよプランクトン。あ、どういう意味だ。愚民め。あ、愚民めって言ってんのが。さっきなんて言ってるのか分かんなかったけど、大海に漂う一匹のプランクトン、何をしようが広い海に影響を及ぼすことのないちっぽけな存在だ。転がされてみてえだな。あ、転がされてえじゃない、転がされてえみてえだなか。なんで今転がされてえって言ったんだろう。転がされてえみてえだな。ちょっと待ってよ、喧嘩まずいって。なんだおめえ、今綺麗事言ったな。そいつは説教か、俺に教えを説くっつうのか。いや、そんなつもりは。うるせえ。なんかあるよこれは。殴られたんかい。そして吹っ飛んだんかい。漫画みたいに綺麗に吹っ飛んだ。何の前振りも伏線もなく、極めて唐突で突発的に殴られて吹っ飛んだ。父さんにも殴られたことないのに。そういえば僕は忘れていたのかもしれない。そもそも僕が相手しているのはそういう人たちだったんだよな。今までの僕の常識なんてまるで通じない、超高校級なんて非常識な集まり。当然こんな非常識な展開もあり得る。それを僕は忘れていたのかも。僕の意識はゆっくりと遠のき、そこで途切れた。そして次に目を覚ました時、そこは部屋か。あ、ね、ここは当たり前のように見覚えのない部屋だった。これあれじゃん、知らない天井だ。とりあえずここはどこなんだ。手帳メニューを使えるようになります。ゲーム中のさまざまな情報をご確認いただけます。 F1 キーで手帳メニューを開くことが可能でございます。手帳メニューでは校則や皆様のプロフィールを記録した通信簿などがご確認いただけます。マップや言霊などの特定の項目は場合によってお使いいただけないこともございます。ゲームの中断セーブやロードも手帳メニューでご利用いただけます。システムの項目をご確認ください。また F2 キーでバックログをご覧いただけます。こちらでは皆様の発言を記録いたしておりますので、読み返したい場合にご利用ください。なんか落ちてる。これは粘着テープクリーナーだな。掃除は50ユニってことか。あー、コロコロってこと。なんかちょっとべっちゃってなってるけど、これから。これはこの部屋の鍵か。キーホルダーに僕の名前が書かれてるけど、僕の名前があるってことは僕のものなんだよな。とりあえず預かっておくか。おお、このゴミ箱の中に何か入ってない？特に何の仕掛けもない普通のゴミ箱みたいだ。あ、なんかゲットした。え、何？今の何？あ、ここになんかあるよ。あ、ない。あ、これ違うの？あ、違う。なんか鉄板のようなものがぶつけられてる。あ、これ、あ、椅子か。椅子でした。これあと気になるよ、これ。メモ帳がある。これはここの備え付けってことかな。ここにダイイングメッセージが書かれるんだ、きっと。これは？壁に紙が貼られている。書いてある内容は？モノクマ学園長からのお知らせ。部屋の鍵にはピッキング防止加工が施されています。鍵の複製は困難なため、紛失しないようにしてください。部屋にはシャワールームが完備されていますが、夜時間は水が出ないので注意してください。また女子の部屋のみシャワールームが施錠できるようになっています。最後にささやかなプレゼントを用意してあります。女子生徒には女子らしく裁縫セット、男子生徒には男子らしく工具セットをご用意しました。裁縫セットには人体急所マップもついているので、女子の皆さんは針で一突きするのが効果的です。男子の工具セットを使用する場合は頭部へのオーダーが有効的かと思われます。ドントシンクだ、フィールだ、レッツエンジョイだ。Don't think, feel だね。Let's enjoy。 エンジョイできないよ。僕は紙を丸めゴミ箱の中に捨てた。この中に、これゴミ箱見える？中に。あ、捨ててある。ちゃんとある。ここの棚は？え、扉になっちゃう？あ、シャワールームみたいだな。ガタガタガタ。え？開かないな。鍵がかかっているみたいだ。え？あ、ってことは、え、ちょっと待って。鍵かかるのって女子だけの部屋って言ってなかった？
あ、違う、あ、ベッド。特に変わったところはないみたいだ。シャワールームにさ、シャワールームがあるのはなんか女子だけみたいな感じで書いてなかった？さっき。ちょっと待って、F1 で、あ、プレゼントって何？プレゼントって。あなた様の持ち物を検査させていただきます。あ、ない。あ、なんかこの先出てくるってこと？通信簿。おお、自分とかさ、あ、え？身長、体重、脅威まであるね、突起。いや、これさ、どれ、あ、9だ、9、9で、あ、9度いいって書いてあるの、これか。藤崎千尋。超高校級のギャル。あ、この人ちゃんとさ、本名セレスティア・ルーデンベルクになってる。あれかな？これは生徒手帳じゃないから、通信簿だからかな。大神さくら。さくらたん。これね、クジラさんだったからね。あらあら、困ったわね。ってやつだね。深川東子。超高校級のスイマー。あ、まだこれはもう、はてなはてなはてな。アイドル。髪の毛が収まりきってないよ。あ、でも、年齢は書いてないんだね。この人二十歳って言ってたけど。レオン。このヒゲがすっごい気になるもん。なんか逆さまにしたらさ、あの、ちょんまげみたいになるから。御曹司。こんだけか。他には高速。高速も別に変わってないしな、さっきと。システムだ、システム。システムで、とりあえずセーブするか。メインメニューに戻ったら終わっちゃうもんね。オプション。まあ、これでいいか。これと、あとなんだっけ、F2 はバックログって言ってたもんな。じゃあ、ここかな。こちらは、こっちは部屋から出るドアみたいだけど、このドアには鍵がかかるみたいだ。鍵のある部屋か。え、そんだけ？なんか、あ、え？何すればいいの？あと。引き出し。引き出しの中に何か入ってる。これは工具セットだ。あ、さっき言ってたやつか。ビニールの包装がされている。まだ新品の未開封品みたいだけど、少なくとも今は使わないし戻しておこう。なんとなく分かってきたぞ。きっとここは就寝は寄宿舎エリアに設けられた個室でのみ可能です。他の部屋での恋の就寝は居眠りとみなし罰します。ここがその寄宿舎エリアにある個室。多分気を失った僕は誰かが運んできてくれたんだろうな。最初の問題はこれでクリア。では次の問題。他のみんなはどうしてるんだ？それを知るための方法はたった一つ。ここから出ることだな。おう、監視カメラ、監視カメラ。こんなカメラで見られていると思うと君が気分が悪いけど、高速によると監視カメラを壊したらまずいんだよな。ムカつくけど放っておくしかない。あ、これ出られ、 R で出れるのか。結局開かないしな。まあ、いっか、部屋から出るか。外に出ます。乗り出ます。他のみんなと合流するため僕は部屋を飛び出した。だけどそこで僕を待っていたのは古い漫画のようなシチュエーションだった。あ、ドーン。そういうことね。キャッ、見えた。前園さん。前園さん、 ごめん。大丈夫？大丈夫。 いえ、私の方こそごめんなさい。彼女は照れくさそうな笑みを浮かべながらゆっくりと腰を上げた。かわいい。前園さん、本当に大丈夫？怪我はない？大げさですって。
私なら大丈夫ですから。こう見えてもそれなりに筋肉あるんですよ。ステージ上飛び跳ねたりしちゃうんですから。まだよかったよ。でも大木くんの方こそ大丈夫ですか？その大和田くんにやられた傷は。そっか、僕はみんなの前で気を失っちゃったんだよな。なんだかいきなり格好悪いとこ見せちゃったな。苗木くん。あ、大丈夫だよ。僕なら何ともないから。よかった。心配してたんですよ。あ、うん。ところで前園さんはこんなところで何をしてたの？苗木くんを呼びに来たんです。方向を呼びに。ですね、もし具合が良ければ苗木くんにも食堂に来てほしいんですけど。食堂？ですね、苗木くんが倒れた後結局別行動することになったんです。手分けして調査した方が効率的なんじゃないかってことで。その後みんなで集まって調査の結果を話し合う約束なんですけど。その集合時間がもうすぐってこと？そういうことならもちろん行くよ。よかった。じゃあ私は先に食堂に行ってますね。一緒に行こうよ。あ、かわいい苗木って。かわいいじゃん。今出てきた部屋だ。ネームプレートに僕の名前と顔があるけど、とりあえずここで戻っても仕方ないな。あ、ピンポンもある。大和田、お前殴ったやつ真ん前なんだな。お、見れるよ。これなんか覚えといた方がいい？変わらない？これ。なんかここの部屋が、ここの部屋、この人のだからとか考えなきゃいけなくなっちゃう。まっすぐ行って左ね。走るぞ。走るのはさ、ずっと走れるのかな？ランドリー。汚いな、あれ。あ、食堂には行かなきゃいけないよね、絶対ね。なんかちょっといろいろ調べたいけど、なんかバックルームみたいな感じなんだけど。あ、希望峰学園がひっくり返っちゃってっから。こっちは教室とかある方か？今は用はなさそうだ。みんな集まってるだろうし、食堂行こう。はい。食堂じゃあ行きましょう。もうそこに行くしかない。あ、ちょっと待って、なんか、行けないんだけど。なんかこのいいね、このパラ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 ってくる感じがね。ここが寄宿舎の食堂か。清潔そうな食堂で良かったですよね。って喜んでる場合じゃありませんよね。閉じ込められてるんですもんね。確かにそうだね。見た限りだと他のみんなはまだ来てないみたいだな。仕方ない、少しここで待ってるか。そうですね、待ってましょう。え、聞こえた？え、何？あ、まただ。アーニャだって。アーニャポジだって。アーニャエスパ。冗談です。ただの勘です。本当にただの勘？突然ですが、チュートリアルです。また突然来たよ、チュートリアルが。今回はリアクショントークについてご説明させていただきます。これからあなた様は前園さやか様に話しかけるおつもりでしょ？話しかけた際に紫色の言葉が出てきます。こんな感じでございます。紫色の言葉が表示されている時にマウス右ボタンを押しいただくとリアクションモードとなります。 WASキーで言葉を選択しマウス左ボタンで押していただくことでその言葉に対しさらに深く内容を聞き返すことが可能でございます。お相手様の発言に対し聞き返す、これがリアクショントークでございます。では有意義な学園生活をお楽しみください。どうしよう。あ、ペラペラだから、ペラペラだから、これ。他のところはいけないんだったら、もう話しかけるしかないね。ところで、苗木くん。え、なに？ですね。自己紹介の続きになっちゃうんですけど、苗木くんに確認したいことがあるんです。あ、こういうことね。自己紹介の続き？さっきは途中で終わっちゃいましたけど、苗木くんに聞いておきたいことがあるんです。前園さんが僕に聞きたいことなんて、なんだろう、気になるな。なになになに、どうやってやればいいの？それで終わっちゃうの？あ、
これでこういう感じね。なるほど。僕に確認したいことって何？苗木くんってひょっとすると六中じゃないですか？なんて？ネグロ？ネグロ？六中の二組の？うん、そうだけど。やっぱり私も同じネグロ六中だったんです。四組にいたんですけど知ってます？知ってるも何も。彼女は中学時代から蝶が何個もつくほど有名人だった。僕が知らないはずがない。そんなことよりむしろ驚いたのは彼女が僕を覚えててくれたことだ。同じクラスだったわけでもなく、まともに話したことすらない僕なんかのことを。あの、どうかしました？いや、ちょっと驚いちゃってさ。前園さんが僕を覚えてるとは思わなくて。覚えてるに決まってるじゃないですか。だって同じ中学だったんですよ。同じ中学って、でも同級生ならたくさんいたし、それに僕なんかどこにでもいる目立たないやつで、何事にも平均だけど大楽しみがランニング1位だし。ランニングって言っちゃったらランキングだよ。王道って言葉すら裸足で逃げ出すような、逃げ出す普通中の普通で。何言ってるんですか。苗木くんって変わってますね。変わってるなんてそんな。なんかあるのかな。彼女はケタケタと笑って、声を上げて笑ってた。それは見ていると心が和んでいくような不思議な笑顔だった。最高以外の表現が思いつかないほどの最高の笑顔だった。よかった。でも本当に良かったです。知ってる人がいてくれて。それに苗木くんと話してたらなんだか元気出てきたかも。苗木くんってすごいですね。いや、僕なんて超高校級なんて言われる他のみんなに比べたら全然大したことない人間だし。でも私を勇気づけられたのは苗木くんだけですよ。他の超高校級の人たちにはできなかったことです。ありがとう、そんな風に言ってもらって。よし、勇気づけられたお礼に私は超高校級の助手になっちゃおう。は？助手？苗木くんの助手です。私も精一杯お手伝いますから、一緒にここ出ましょうね。前園さんにそんな風に言われるとなんだか風にやる気が出てきたぞ。のはいいけど、それにしてもみんな遅いな。それにそもそも今って何時だ？どこかに時計があったはずだよな。時計はこれだ。今の時刻は、7時？それって夕方の？苗木くん、ずいぶん長い時間気を失ってたんですよ。あ、そうだったんだ。窓がないせいで時間の感覚がまるでつかめなかった。こんな環境にずっといたら気が狂いそうだな。あの、それにしてもみんな遅いですね。そろそろ来てもいいと思うんですけど。といった矢先だった。タイミングよく食堂のドアが開け放たれ、やっ、苗木くんと前園くん、君たちが一番乗りだったか。なんてことだ。残念だ、僕が最初だと思ったのだが、まだ気合が足りんということか。だが諦めんぞ、次は必ずや勝ってみせる。正義は必ず勝つのだ。もう大げさですって。それから間もなく、石丸くんに続くようにして他のみんなも続々と食堂に集まってきて、そして数分後にはようやく全員が揃った。よし、全員揃ったようだな。では早速会議を始めようと思う。このトウモロコシは相変わらちゃんとあれだね、ちゃんと不良してるね。しかもなんでその隣にいるんだろうね。殴った本人が殴られた人と隣同士になるっていう。お互い調査の成果を披露し合い、情報を共有化しようではないか。一刻も早くここから脱出するために。ちょっと待って、何事だ。なんて言ったっけ、あの銀髪の彼女。あ、そうそう、キリギリ京子。うん、彼女がどうした？うん、いないけど。なんだと。僕はぐるりと食堂を見回した。そこには確かにキリギリさんの姿がなかった。ねえ、キリギリちゃんどこ行っちゃったんだろう。誰か見た人いない？だが一同は首を横に振るばかり。え、誰もキリギリさんの姿を見てないの？キリギリさん、彼女が姿を現さない理由、ひょっとして
それってやられたのか。誰かを殺した生徒だけがここから出られる。それだけの簡単なルールだよ。最悪の手段で最良の結果を導けるようせいぜい努力してください。まさかそんなこと。いや、心配しすぎだよな。おのれ、キリギリ君め、初日から遅刻か。遅刻している間にも遅刻しているにもかかわらず遅刻の旨を伝えないとは、遅刻者としての根性がなっておらんぞ。あんた言ってることめちゃくちゃだけど分かってる。だが何事も時間厳守だ、仕方あるまい。いいかね。第1回希望ヶ峰学園定例報告会の開催を宣言する。苗木くん、じゃあまずは手分けして調査していたみんなの報告を聞くとしましょうか。うん、そうだね。なんだか、え、何？今の私って本当に苗木くんの助手みたいじゃありませんでした？頼りない助手ですけど精一杯頑張るんでよろしくお願いしますね。いや、これ以上ないくらい心強い助手だよ、舞園さんは。あー、みんなの話をこう聞いていくんだ、一人ずつ。